現在開発中とみられる同社初の市販ハイブリッド車。そのデビューがいよいよ迫ってきたようだ。これは1月23日、米国のメディア、ザ・デトロイト・ビューローが報じたもの。同メディアが独自ソースから得た情報として、スバルが3月末に米国で開幕するニューヨークモーターショー13において、同社初の市販ハイブリッド車を初公開すると伝えたのだ。スバルの吉永康幸社長は1月15日、新年会見の席で、同社初となるハイブリッド車を2013年中に国内向けに投入すると宣言。今回の同メディアの報道は、これを裏付けるものと言える。また、気になるのは、スバルと提携関係にあるトヨタのハイブリッドが採用されるのかという点。これについてもスバルの技術本部長の武藤直人取締役専務執行役員は、独自開発した前輪駆動 AWD のハイブリッドと明かしている。スバルは2011年の東京モーターショー11にハイブリッドコンセプトカーアドバンスドツアラーを出品。市販に向けて研究開発を続けてきた。同メディアは、スバルの市販ハイブリッド第1号車はフォレスターになるだろうとレポートし、